マヌエルセラヤ・ホセ・マヌエルセラヤ・ロサレスは、ホンジュラスの政治家。2006年1月27日から2009年6月28日までの間、ホンジュラスの大統領を務めた。セラヤは、中道左派の政治家として知られていた。ホンジュラスでは、大統領の再選が禁止されていたが、セラヤは、再選を目指していた。それには、軍や裁判所が反発しており、 危険であるとの最高裁判決も出されたそして2009年に起こったクーデターの際、セラヤは首都テグシガルパで軍隊によって拘束された。セラヤは空軍基地に連行された後、コスタリカのサンホセに移送された。その後セラヤは2011年5月にホンジュラスに帰国し、テグシガルパのブラジル大使館に姿を見せた。 クーデター後に組織された全国国民抵抗戦線を率いるが、再選を禁じる憲法の規定により、大統領選挙への再出馬はできない。そのため自らの所属する自由と復興党は妻、塩原セラヤを2013年大統領選の候補者にしている。ありがとうございます。